こんにちは皆さん。ジャスティチベットディスウィーケへようこそ。こちらはチベットテレビの天神・ラックフィルと申します。チベット・ダラエラマ法王、そして c g に関する1週間のニュースをお送りします。では、まずヘッドラインを見ていきましょう。ダラエラマ法王はロレンス・フリーマン神父と統一された意識、一つの心と一つの精神について対談をしました。弁リ人出席大臣は、チベット人はゆっくりと 死に向かっていると語りました首席大臣が NBA スターの NS フリーダム選手の人権保護活動を賞賛しましたシリー・ブベシュクマール氏が亡命チベット代表者会議を訪問しました元政治犯であるトゥンルー・ワンジン氏がヨーロッパ各国で講演を行っていますノルジンドーマ大臣は インドチベット融合協会の会議に出席しました。スイスのチベット関連団体が国際オリンピック委員会に提出した創造の調停を開始しました。モスクワ事務所の名誉大王、テルトルコ・ルンボチェが大乗伝統保存財団を訪問しました。日本事務所の大王、チェワン・ゲルボ・アリア博士が第2回、 南モンゴル会議に出席しました。ドライラマ法は12月1日水曜日、クリスティ教・メソ世界共同体のローランス・フリーメン神保と統一された意識、一つの心と一つの精神について1時間にわたって対談して、宗教指導者は自分の信号を広めようとするよりも世界平和の 促進においてより抗議することができると語りました。宗教の未来をどのように見ているかと,というフリーマン神父の質問に対しては、ダライラマ法は教育には普遍的な価値がありますけれども、宗教は個人的で私的な選択肢であるとした上で、すべての宗教の根底にあるメッセージは愛と思いやりであると述べました。そ<う>はい I I myself a B Buddhist monk uh, but I never try to promote Buddhism. Uh, I always think from Buddhism how much we can contribute uh, for peace of mind. Uh, I never sort of thinking how to propagate Buddhism. I never so uh, so you Christian, uh, also I think <laughs> uh, uh, more narrow-minded Christian, just propagate your own religion, but more wiser uh, how much we can contribute. basically human being as a uh, a secular way of thinking like that. デリーを公式訪問したベンバス人種世紀大臣はインドのリパブリックテレビのインタビューに応じて赤の糸をたどる チベット国内の厳しい状況について言及しました大臣は状況の現実とチベットのアイデンティティの基礎であるチベット語を混雑しようとする中国の試みを教訓として人々により慎重になるようにと促しました People might wonder why, uh, when things are happening in Uyghur or Hong Kong, why the Tibetans are not rising up. It's not that easy because uh, the whole gridlock system makes it uh, very difficult for people to come out openly to express themselves. Otherwise, it's not just you who's going to suffer, but your whole family who's going to suffer because of your actions. So, therefore, uh, 大臣はデイリー・滞在中にはインド国際センターでインドの様々な新聞を代表する20人以上の外交ジャーナリストのグループと交流しました。また大臣は CJ の教育省のタラム・ドーマー・チャンガラ 大臣とともにインド政府のの教育の時間法を表敬訪問しましまた大臣は現在インド北部のチベット人学校総員老人ホーム教授部の人々などを訪問していますアメリカ NBA の人気選手であるエネス・カンター・フリーダム氏がチベットの自由運動を支援し中国の支配下にあるチベット内のチベット人の苦しみへの 連帯を表明したことに対して出席大臣は感謝の公式召喚を送りました。My They are not allowed to study and learn their language and culture freely. They are not allowed to travel freely. They are not allowed to access information freely. The Tibetan people are not even allowed to worship freely. For more than 70 years, Tibetan monks, nuns, intellectuals, writers, poets, community leaders, activists, and many more have been detained, sent to political re-education classes subject to torture, lengthy interrogations, and even been executed simply for exercising the freedom that you and I take for granted. There have been more than 5,000 political prisoners in Tibet the last 25 years. 5,000! Did you know that simply owning a photo of the Dalai Lama in Tibet is grounds for arrest? Even flying the Tibetan national flag could get you arrested. 先々週、インドのインダス川流域機構の技術管理責任者であり、インド政府の関係閣僚センターチームのメンバーであり、ヒマジャル・プラデシュの合品でもあるシリ・ブベシュクマール氏が、他の4人とともに亡命チベット代表者会議を訪問しました。憲法スナム・テンペル議長とドルマスリン副議長は、議会の進化、長年にわたる葬式の変遷、 現在の葬式について解説しました。チベットの元政治犯であるトゥン・ルプ・ワンジン氏は2022年の冬季北京オリンピックに向けて現在ヨーロッパ15か国で講演ツアーを行っています。パリを川切りにブラッセルまで足を伸ばしジャーナリストや政治家一般の人々に中国の刑務所での空難や チベット国内のチベット人の苦悩など自らの体験を語っていますこの彼の体験談及び精神的な苦悩が2022年の北京オリンピックでチベット問題を全面に押し出し注目されるきっかけになることを期待していますブラスでは彼の映画ジッドル恐怖を乗り越えてが上映されました この映画ではさまざまな立場のチベット人がインタビューに応じ、生きている間にダライラマ法王がチベットに戻ってくることへの願いや2008年の北京オリンピックについての意見、チベット人の人間などについて語っています。トゥン・ループ氏はこのインタビュー映像を収録するためにチベット全土を旅し、この映画を制作したために中国政府に 6年間、投獄されていました。 11月29日月曜日、市エの情報国際関係省のノルジンドーマ大臣は、インドを強点とするチベット支援団体、インド・チベット融合協会開催の国際会議である。 チベットとチベット人現在と未来の開会式に出席しましたこの会議ではチベットを支援する世界中の主要な研究者科学者社会科学者社会活動家学者ジャーナリストらが一同に会しそれぞれの研究について情報共有しましたまだインドとチベットの教育機関の総合の学術的なアプローチ そしてチベット固有の役とその役をインドとチベットにおける文化的共生の確立などについて話し合う場を提供しました。スイスを拠点とする4つのチベット支援団体が2022年冬季オリンピック海外の開催権を中国に与えたことは経済協力開発機構 OECD のガイドラインに違反しているとして、 今年初めに国際オリンピック委員会に対して、訴状を提出していました。これに対し、OECD ガイドラインのスイス国内窓口は、訴状を詳細に評価した結果として、原告であるチベット支援団体へと被害である IOC との間の調停を押し出しました。4つのチベット支援団体は、訴状の中では2022年、 冬季オリンピックのスポンサーパートナーサプライヤーの数社が東トルキスタンの強制労働収容所と直接的まだ間接的に関係していることを指摘しています模試だってを行ったのはスイスチベット友好協会ヨーロッパチベット青年協会スイスリテンシュタインチベットコミュニティスイスチベット情勢協会の4団体です チベット事務所モスクワのテロトルコルムシェ民謡代表は大乗伝統保存財団モスクワ支部のサーザー製作スタジオを訪問されましたルムシェはロシアの仏教地域で分布されるサーザーをボランティアで製作しているメンバーと共とに簡単なお話とお祈りをされましたサーザー作りは何世紀も以前にインドで生まれた伝統的な仏教芸術の一つで 現在、チベットやヒマラヤ地域、モンゴル、ロシアなどで広く見られるようになってきています。ダライラマ日本代表部事務所の代表、アリア・サワン・ゲルボー博士は、12月20日木曜日、東京で開催された第2回南モンゴル会議に出席しました。ペンパセリン出席大臣からのメッセージを英語と日本訳で紹介して、出席者への 挨拶と祝意を述べましたはいこれで今週のニュースは以上ですご視聴いただきどうもありがとうございました今週も皆さんにとって良い一週間でありますように